次4つの視点です。4つの視点、まず1つ目、やっぱり経営者っていうのはいろんな視点が必要です。まあ、先ほども言った通り、世の中マーケットがどう動いているのか、まあ、先ほど例えば輸入の牛乳が来ない、牛乳作ってる人がいない、だったら上がるんじゃないんだろうかって。じゃあ養豚業界どうだろうか、中国は豚を食べます、アメリカは牛を食べます、日本は鶏を食べます。その中国が食べる豚っていうのがコロナで非常に弱まってる、ね、で韓国でも菌が出ていろいろ言われてる。じゃあ国内生産っていうのもどうなんだろうというふうに、マーケットの状態から世の中を見れる目を持たなければいけない。そして次です、これは政策です。で政策から見た視点というのは、じゃあ政治は今何をやっているのか。政治は規制緩和をやっていますよね。でこの政治がどんな動きをやって、例えば、野菜農家に関係があるのは、2020年今年の6月に卸売市場法というのがこう改定になりました。そうすることによってどんなふうに世の中の流通が変わるんだろうかという、その政府の政策っていうのも知らなきゃいけない。で、種苗法っていうのもね、この改正になりましたね。それが我々にどう与えるんだろうか。もっと言うと、アメリカで大統領が変わりました。大統領が変わった時にどういうふうな貿易がなされるのかっていうことで、TPP が功を奏するのか、あれによってマイナスを受けるのかって、こういう視点も必要になります。じゃあ次です。次、技術というのは、それやれドローンだと。やれドローンが飛んだから、だから何って話で、冷静に技術の進化という農業業界から、がどんなふうになっているのかっていうのを冷静に見なきゃいけない。だからそういう話をすると、三船だけ見てたってしょうがない、貝間式だけ見てたってしょうがない、熊本だけ見てたってしょうがない、もっと言うと日本だけ見てたってしょうがない。じゃあどうやって情報を仕入れるのかっていうと、まあ別に僕が全部情報を持ってるわけじゃないけど、いろんな人にから情報を得るアンテナをやっぱ張らなきゃいけない。そして次お願いします。そして経営者との視点、経営者としての視点というのは、あくまでも利益にコミットメントする。で利益にコミットメントすると、従業員からまず嫌われます。なぜかというと、お前売上どうなってるんだ、お前は生産性がどうなってるんだ、営業はどうなってるんだって、やっぱ苦言を言わなきゃいけない。どんどん従業員と社長さんの温度が出てきます。でも社長は妥協してはいけません。みんな引き上げなきゃいけない。ということは、この社長さんは社長さん同士としかも話が合わなくなる。だから今経営同友会とか、まあ、いろいろあるんですけど、社長さんは社長さん同士と、レベルがアップできるような、まあ、視点を持たなきゃいけないということになります。で次です、最後。さあ3つの習慣、まず1つ目は、とにかく記録をつけるということですね。記録、もうこれからはもうデータ社会です。データ社会だから、まあまあ感覚でやってたとしてもいいでしょう。感覚でやってるのは悪いとは言わないけれども、家族経営だったらですね。で今からなぜさっきの、まあ、肥料の話を例にとると、なぜここで肥料を一袋入れるのか。もしその一袋がデータをつけてて、土壌分析とか窒素リン酸カリのこの動きを見てて、いらないのであれば、もう妥協して、間違えた、惰性で肥料を振ってるのであれば、もうその一旦あたり10票振ってたのを9票にしただけでも利益率がもう半端なく良くなります。でもそれって不安だから根拠が欲しいわけ。そのために記録をつけなきゃ。そして次お願いします。そして分析するんですよ。本当に今やってる仕事って必要なのか、今本当にかけてるこのコストって本当に必要なのか、これがこの裏付けが欲しいわけです。で大丈夫、俺がやってきたけん間違いないって、何その過去の栄光、その過去の栄光は全く通用しません。まあ仮に通用したとしても、まあ、社員さんとか他の人たちは通用しない。だからごめんなさい、この今農業業界と企業的農業と、まあ、大きく違うのに、先ほどのお客様にコミットメントする、お客様の立場になって考えるであるとか、いろんな仕組みを作るだとか、散々今日はいろんな企業的な農業の側面からみんなにお伝えしてきたんですけど、記録をつけて分析をして結論を出すっていうのは当然企業的です。企業で、去年もこんくらいだったけど今年もこんくらいでよかろう、そんな会社いずれなくなります、いずれ。だって世の中バンバン変わるわけだから、もうバンバン変わりますよ。昔10年一昔って言ってたのが、今はもう本当3年一昔です。日進月歩なんて違います。今は分身秒歩ですね、そのくらいバンバン時代が変わっていってる時に、今皆さん方も社長さんなんで、社長さんがよし右行くぞ、左行くぞ、上に行くぞ、下に行くぞって判断決断実行する時に、何の根拠で動くの。もっと言うと、従業員でも養ってたら、その従業員の家族も犠牲にするつもりですかって。
ちゃんと裏付けを取る。その裏付けを一番実証してくれるのは記録。そしてただつけるだけじゃない、つけるだけではなくて分析する、なんか分析する目がないとダメということです。そして最後です、結論を先に言う。結論ありきです。企業的な農家と企業的じゃない農家の習慣の中で結論をとにかく言わない人が農家さんにやっぱ非常に多いです。だから例えばメールとかでも長々とメール書いちゃダメです。こうでこうでこうです、で結論はこうですというふうに結論ありき、結論ありき、だから従業員、農家さんの中で、要は結果にコミットしてて結論ありきなんですよ。結論ありき、これが企業的なんです。だからもう言い訳ができないし妥協ができないし、結論と結果しか見られないし、どれだけ皆さんが頑張ってても結論利益が出てなければ意味がない、どれだけ皆さんが頑張っても結論生産できなければ意味がない。いや台風が来ました、イノシシが来ましたって、でも結論ダメだったんでしょ、で儲かった、儲かったけどその結論、世の中の流れで儲かったって分かってればいいんですよ。これはあくまで世の中の流れで儲かったんだなって、仕組みで儲かったっていうのが一番いいわけだから、企業的なんだから。つまり結論どういうことなんだっていうことが分かってやってるかどうかっていうのを企業的な経営は常に求められますよっていう話です。はい、ということで今日まとめます。さあ、転げ落ちた理由と V 字回復できた理由は次お願いします。もう自社都合と生産してから売ろうとしてるのをお客様都合と頼まれたから生産に変えた、ここで、転げ落ちた理由から V 字回復の話、これ散々しましたね。で次企業とは何かお願いします。これ企てですよね。つつがなく物ができる、つつがなく金に変える、つつがなく人が集まる、つつがなく人が育つ、そしてつつがなく利益が残る、そして最後です。で思考、視点、習慣、これを、企業的な感覚の人たちは、やっていますよということで、今回の、セミナーの内容は、以上になります。じゃあ次お願いします。で、もしももっともっとみんな詳しく知りたいっていうのであれば次お願いします。今、農業マネジメント講座っていうのをやってますので、これ2月からやります。でもっと経営を学びたいという人はこれを受講するとオンラインでやるので学べます。そして次お願いします。そして今度はインターネットで販売したいって最近多いんで、それを専門にやるようなインターネットで農産物を売るような仕組みっていうのを結果勉強することもできます。はい、ということで最後です。さあこれでやっと長々とね2時間にわたってお話しさせていただいた、ね、もう頭いっぱいになったと思いますけど、もう酒飲んで忘れてください。はい、以上で終わります。ありがとうございました。